今年のロックインジャパンにアドが出ますよ。あれアドって顔出ししてるっけ。いやしてない。だからその単独はやってたけど一回、それはなんかスモーク。お前そのアドブルの何なの。あ、アドブってんの。そういうこと。どっちなん結局お前。アドなの。アドの匂わせすごいけど、自分がアドっていう。アドじゃないでしょう、さすがに。正式な情報会議待たせる感じなんの。ここでじゃあ、ファッと言うわ、うん、僕はアドじゃないです。はい、わかった。一個はとりあえずなくなったけど、お前グリーンブってのは何の。グリーンでもその、もうあの世代がちょっと無理だから。歯医者さんの。歯医者さん、うん、グリーンは無理だな。まあ、歯医者お似合いやけど。あ、なんで。いや、勝者よりは歯医者でしょ。あー、いや、まあ嫌な意味ではあるなと思ったけど、そういう嫌な意味ね。うん、なるほど、うまいね。君は放課後インソムニアの映画の試写会に俺と南が出ることが決まったわ。アニメ？ちょっと存じ上げないんだけど。いや、俺もそのもらった時は存じ上げなくて、最初なんか名前のイメージで少女漫画系かなっていうぽいけどね。なあれよね、そういうのじゃないんだよな多分。俺の仕事してる人からの案件やねんけど、うん、高杉映画寝るやろ。 MC やった後に映画見るのよ。あ、そうなんだ、うん、それで大丈夫。大丈夫よ。寝るな。寝るよな。うん、木島と唯一行った1回の映画で寝てしまってずっといじられてるだけで。え、違うよ。違うっぽいよ。レディープレイヤーは2回俺と言って2回寝たよ。はい、やば。2打数2安打10割。岸間の横マジ眠いよ。いや、それビッチかよ。ビッチが細いタバコ吸ってた今。なんかレディープレイヤー1のなんかのシーンだけめっちゃ眠くなるんだよなんか俺。え、高崎だって名言あるじゃん。寝てても面白い映画は名作だっていう。いやいや、迷ってんな。迷子ね。クラシックとかでもそうやから。クラシックとかも。あの時はね、もう本当に疲れが溜まってたから。今は疲れてないの？今はたくさんしっかり寝れてるから、うん、あの時みたいに夜勤はしてないし。ああ、なるほど。そうか。え、MC して、見て、うん、え、その後になんか、また出んの？いや、わからん。それ詳細は聞いてない。これは作品してた？あ、もちろん。あ、でもそれだったらいいわ。なんかその2人とも、うん、ちょっとあまりわからないからめっちゃ失礼だけど、うん、片方が知ってるキャスト見てね、ちゃんと。もういや、キャストがすごい出た。すごいよ。だから森七菜さんとかもいるし、うん、でんでんさんとかも出るのよ。え、オリラジ？違う、でん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 、ブリフでんのことでんでんって言わないから。すごいな、聞いたことないけどなんかわかるな。なでんでんさんとか、うん、すごない。俺冷たい熱帯魚以来かもしれないよ、その映画。うん、じゃあそのオリラジの方のデンデンについて思うことを一応ちょっと言う。なんで俺が発表するの。練習してみじゃん。感想を言う練習というか、今ちょっといろいろあるから。あ、いいじゃんそれ。デンデンの、うん、見た後の感想ね。デンデンのあの騒動、うん、ダウダウとちょっと騒動あったから、うん、ダウダウって言うな。ダウ、大きくしたわ。ただいま。あ、おかえりなさい。おかえりなさい、しまちゃん。お疲れ。お土産を買ってきてよ。おいー、ワッフル。ワッフル、使用者の方が教えてくれた。これ美味しいですよーって、紙袋でワッフルって分かったの、すごい、ね、ここが書いてある、書いてある。あ、なるほど、クリスタワッフル。ありがとう。ありがとう。味全部一緒ですか。違う、プレーンとダブルシガーとアールグレイと焼きリンゴ。焼きリンゴ美味しそうじゃない。焼きリンゴうまそうやな。自分焼きリンゴですか。え、何と何があるんですか。ん、いや、焼きリンゴはちょっとね、あれかな。え、何と何があるんですか。じゃあ焼きリンゴ行きたい人。焼きリンゴ2個あるよ、でもこっちにもあるから。じゃあそこで、じゃあ試合決定で。いや3人と試合決定。3人で試合決定。 OK、じゃんけんしよう。はい、ダルガンの腹を出す。最初はグー、じゃんけん、はい、アイドルしょ、アイドルしょ、アイドルしょ、よし、最初はグー、じゃんけん、はい、今のこれ、今のこれはいい。いや、さすがに今の反射だったら人間の限界値超えてるな。かっこいいじゃん、今の後出しにしようかな。ちょっと喋る。あ、いいんですか。いいよ。優しいです。しま、うん、ちゃん、君は放課後インソムニアっていう作品知ってる。知らない。それのね、試写会に出ることを決まったの。へー。もう2人が
その見に来る人、俺らのこと知らないから誰が出てきてんねんだけど。映画試写会ってことは映画、まあ、映画を映画館みたいなところで見るみたいな。でその前に出て行ってちょっと簡単な説明とか MC をして、で一緒にみんなと見るみたいな。え、大丈夫？いや、と思うじゃないですか。俺も心配してるんですよ。いや、え、何の大丈夫？え、二人大丈夫？そう、だから全然喋れる？喋れない、喋れない喋、はい、れないよ俺らは。でもフリートークとかはないっしょ。最初に多分10分15分のトークお願いしますって言われてんのよ。え台本とかはないの？いや、だからそれがすごい、なんかその用途の説明があるんだったら、まあ別にそれを話せばいいけど、うん、とりあえず喋ってくださいだったら何の説明？そう、ね、何を、しんどいよね、用途。いや、盛り上げればいいんでしょ、とにかく。えよし、君は放課後インソムニアね、見てくれてありがとうございます、ね、見る前でしょ。ああ、そうか、見る前か、すいませんね。そういうボケしてませんね。放課後なんてね、こいつはもうね、いじめられてましたから、ね、やばいやばいやばい。放課後の思い出とかある？あの投石以外で。なるほど。石？リンチ、リンチ。あ、リンチかな、ね、集団リンチとか。リンチはやばい。めっちゃ言うたまー、ゆうりんちな、最近うまいですわ。無理。そうだね、お前のいじめられエピソードをちょっと教えてよ。僕はする側だったんだよ。あ、お前やる側だった。やる側やって。皆さんはあのいじめられてたって人じゃ手挙げてください。上げにくい、上げにくい。結構上がったよ。確かにね、たのいろんなね、手のひら。でもちゃんと生命線短かったですね、うん、そんなこと言うなよお前。あと右利きの人が多かったですね、うん。大丈夫？大丈夫とかのレベルじゃないよ今の。え、何人ぐらいの人が来るの？2人、女の子2人が来る。ああ、そう、高校のことす。君は放課後インソムニアの試写会って俺らが言ってんの決めえよ。インソムニアってどういう意味？インソムニアどういう意味なの？だから、インはインやろ。で、まあ、ソムニアやから。あ、いじめとかの感じの漫画なの？ん？あ、インはインって、そっちか。インキャラのインかと思った。そのさっきの演じる。インキャラすぎるって思考や。インキャラすぎるって思考が。インサムニアは不眠症って意味らしいよ。あ、本？うん。高崎大丈夫ですよ。映画見て寝たら終わりやメガシャキマジで持ってくわ。本当に。やば。じゃあ、今のはやばいわ。で本当に俺、木島以降、マジで一回も映画に寝てないです。寝てそうだ。むにゃむにゃ。むにゃむにゃ。インソムニアムニャ。むにゃむにゃ。ダブルシュガー、プレーン。じゃあ、ダブルシュガーいただいていいですか？うん。ダブルシュガーとプレーンはどう違う？ダブルシュガーはお砂糖が結構ザクザクって残ってる感じ。うまそう。プレーンはそんなにザクザクしてない。いただきます。うん、美味しい。すごい甘くて、で砂糖のこのカリ、砂糖が固まってカリカリしててとても美味しいです。どうした？どうした？思い出させた。なんか思い出せた。俺一番ちゃんで。なんかあった、なんかあった今。ちっちゃい時とか。うん。なんかあったんだ。いや、めっちゃちっちゃい頃の思い出、泣くことたくさんあるから大変だわこいつ。マジドンマイだから。うん。成長したな。いいね。よかったね、大きくなって。でも辛い自覚もないんじゃ。やば。激励みたいな。ごめんごめんごめん。その時はね、周りを知らなかったからね。うん、後から後からじゃ。すべて。ごめんな。謝って終わらん。言葉は刃物だから気をつけないと。いや。謝っといな。なんで？言葉は刃物だからね。びっくりした。感謝とは刃物じゃない。言葉は宝物。ああ。そうだね。薄い。ああ。薄い。どうした？どうしたどうした？スペ。言葉は刃物として使ってる人と宝物として扱ってる人、どっちの方が扱いやすいか。厚かましいんだよお前。いや刃物だけどな。結構。本当に俺、木島以降、マジで一回も映画に寝てないです。
うん、おいしそうだよ、うん、むにゃ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 インソムニャムむにゃ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 むに